よし、それでは今回のテストが、今から名前を呼ぶ者が赤点になる。まず、熱田、吉田、お前ら揃って20点だ。20点、思ったより取れてるじゃねえか。よっしゃー。次に松本、7点だ。ラッキーセブンだな。そして最後に花山、0点だ。はぁ、お前、不良の俺らを測るけど、真面目ちゃんのお前、また0点。やばい。お前ら4人は毎度のことのように赤点を取ってるが、このままでは学校にいられなくなるぞ。マジか、勉強する。ちょっと怪しいけどな。俺もちょっとやりますから。しくしょう、このままじゃマジでやべえぞ。俺はここまであらゆるカンニングを使い、学校生活を乗り越えてきた。よし、それじゃあテストを始めてくれ。しかし担任である小島、こいつの勘の鋭さは異常だ。こいつの前ではカンニングをすることなどまず不可能。 100% バレる。熱田、お前この後職員室来い。つまり俺がこの学校に続けられるように小島をこの学校から追い出すほかねえ。いいこと思いついたぜ。俺は以前何かの時に役立つだろうと正式にこの学校の臨時教師となった。校長先生、この横領の証拠の領収書バラされたから俺を先生として雇ってください。そしてそれがついに役立つと来たのだ。作戦開始。小島先生、はじめまして、臨時教師の鬼山です。よろしく。ああ、あなたか。校長先生から話は聞いてます。学年主任の小島です。よろしくお願いします。これから小島先生の身の回りで、おかしなことが起きるかもしれない。気をつけてください。まずは鬼山の姿で小島に宣戦布告する。先生、大変です。またこのクラスの生徒が襲われました。またか。おい、恨むんだったらや、小島のクラスになったこと恨めよ。次に小島に、そして小島のクラスの生徒に嫌がらせをする。おい。鬼山先生、探しましたよ。待ちくたびれましたよ、小島先生。当然俺のことを疑う小島は俺の元へ来るはずだ。そこで勝負を持ちかける。鬼山先生、最近私の周りで起こる出来事、あなたが原因ですね。さあどうだろうな。俺がやったっていう証拠は一つもない。確かにそうだ。では教えてください、あなたの目的が何なのか。単刀直入に言おう。あなたにはこの学校を辞めてもらいたい。なるほど、困りましたね。僕は案外この学校が気に入って、できれば辞めたくないんです。ほう、それじゃあ勝負しましょう。その勝負で負けたら小島先生、あなたがこの学校に出てくる。わかりました。その勝負の内容は何なんでしょうか。小島先生のクラスには成績の悪い生徒が3人いますね。厚田、松本、吉田、あの3人ですね。この成績の悪い3人の中から1人を選び、
勉強を教え、2週間後のテスト、いい点を取った方が勝ちにしましょう。なるほど、わかりました。教師らしい戦いですね。それでは僕は一番成績の悪い松本君に行きます。わかりました。それじゃあ僕は厚さに教えます。これじゃあ決まりですね。この2週間お互いに頑張りましょう。勝った。松本の本性がなじめちゃんの優等生であることを知ってるのは俺だけ。つまりだ、あいつに本気を出させればどう転んでも厚田が松本に勝つことはない。厚田、今日から2週間お前にはマンツーマンで勉強を教えることに、よろしくな。ああ、なんだよそれ、聞いてねえぞ。松本、お前は俺だ。今日から2週間よろしくな。ね、よし、あった。じゃあ今日はここまでにしよう。ええ、あ、この課題な、はい、しっかり家でやってくるように頼んだぞ。おい、あった。ああ、りょうか、どうしたんだ、そんな慌てて。あった、俺聞いちまったんだけどよ、あったの点数よりも松の点数の方が良かったら小島辞めちまうんだよ。あ、なんでそんなこと。そのことを松田は知ってんのか。松田は鬼山に監禁されてて連絡がつかねえんだよ。松田、お前が勝つしかねえ。お前が勝って小島を救うんだよ。ああ、小島のことは苦手だが嫌いじゃねえ。あいつのことはやめさせたりなんかしねえぞ。それから1週間俺は人生で一番勉強をした。苦手だと思ってた小島だが、心は正直で、勉強嫌いの俺があいつのためだけに必死になって勉強をした。そして迎えたテスト当日、人生では感じたことのない手応えを感じた。俺はやりきったのだ。よし、それじゃあテストを返却するぞ。まず厚さ78点だ。よし、よく頑張ったな厚さ。よし、厚さは俺ら3人の中でも飛び抜けたのよ。78点を超えることなどまずありえねえ。そして次に松本、100点だ。あ、なんで。よし、よく頑張った。当然の結果だ。この2週間俺は倉庫のような場所に監禁された。眠らないため冷たい部屋、そして地べたい鬼山に勉強させられた。不良アピールだろ何だろ関係ねえ、悪い点を取ったら鬼山に殺される。よし、これで全員に返しを得たわけだが、一つみんなに言わなきゃいけないことがある。あ、言わなきゃいけないこと。ああ、実は俺は今日をもってこの学校を出ていかなきゃいけなくなった。あ、なんで。小島、すまねえ、俺が松さんに点数で負けてしまったせいで。なんだ厚田、お前は知ってたのか。ありがとな。あ、なんだよそれ。おい、知ってたの俺点数を。は、松本、お前が気に病むことはないぞ。この2週間頑張った自分を誇りに思え。鬼山先生、後のことはよろしくお願いします。出席簿です。ええ、
任せてくれ。会社、会社、会社って。あ？小島先生。鬼山先生、まだ何か用ですか？なんかどうやら生徒にはあなたが必要みたいですよ。え、これ返します。Thank you.